2番目、ここまで来ました。右下の歯ですね、奥2本、6番と7番という歯ですけども、その歯に、クラウン、金属ですね、保険のパラジウムという固めの金属ですけど、それが被せてある状態で、で、噛むと痛いというふうにおっしゃっていたので、まあ、根っこの先に少し炎症を起こしているような状態ですね。で、通常僕らはその場合は、まあ、噛を除去したり、噛み合わせの調整をしたりして、収まらない場合は、根っこの治療を再度し直してということをやるんですが、だいたい今までの経験上、それをやってもまた何年か後には再発するというのがほとんどということもあるので、歯の揺らぎというのを伊藤先生から教わっているので、その揺らぎというものを回復しなければ、多分また再発するんじゃないかなということで、ここでちょっと引っ張りますね。この輪唱は、滋賀の揺らぎ検査を行い、原因除去療法で痛みを即時に解消したケースです。声帯は、すべての細胞が分子レベルで揺らいでいます。骨、筋肉、靭帯、そして内臓も、すべて揺らいでいることが正常です。もちろん、滋賀も例外ではありません。しかし、揺らぎが消失することがあります。滋賀の揺らぎが消失したとき、それが滋賀の異常です。ここで言う揺らぎとは、生理的動揺とは異なります。例えば、悪化方向への揺らぎが消失すると、光合力が加わったときに、その衝撃を吸収できなくなり、歯根膜の緊張や歯肉の異常、滋賀のクラックが起こります。これが口腔疾患の始まりです。揺らぎの有無を検査し、滋賀の異常を見つけ出す。それが滋賀の揺らぎ検査法です。詳しく見てみましょう。すべての滋賀は様々な方向に揺らいでいます。ここでは12方向を紹介します。まず、遠心、近心、低質、悪化方向です。そして、舌側、伸側方向。移動だけでなく、それぞれ傾斜もあります。遠心、近心、舌側、伸側も。さらに、回転の方向もあります。まず、時計回り。反時計回りも。揺らぎ検査は、これらの方向をチェックするのです。では、なぜ滋賀の揺らぎが消失するのでしょうか。私たちの体には、体の隅々まで脳神経が張り巡らされ、脳とつながっています。一方、これとは別に、体を支える支持骨から揺らぎが体内に入り、無数のラインを通って脳に達しています。これを、支持骨システムラインと呼んでいます。支持骨がずれると、システムライン上の滋賀や骨、筋肉、内臓の揺らぎが消失します。滋賀の揺らぎが消失することで、口腔疾患が起こります。同時に、全身の部位においても症状が起こります。すべての異常の原因である、支持骨のズレを解消すること。これが原因除去療法なのです。それから、この感じ。それから、この感じですね。今の、引っ張った時の感じですね、はい。手前の歯と奥の方の歯との違いはありますか？あ、はい。どんな感じで違いますか？奥の方が痛かったです。痛かった。引っ張ると痛いですね。はい。はい。この患者さんは、右下6番の低質方向に揺らぎが消失していました。僕がやったように、前から順番に自分でちょっと歯をつまんでもらって。滋賀の揺らぎの異常は、患者さん自身でも簡単にわかります。あ、違います。その今引っ張っていたいということは、そこの歯の上方向に歯が揺らぎが
ないんですね、はい、そこの方向の揺らぎがないことと足の支持骨に関連があるので、はい、それを、教科書によると右下6番のシガは右足の支持骨のうち第二中足骨に関連があるとされます。まずタッチ&トライで確認します。あまり変わらなくなってきました。前と同じ感じ。同じ感じです。ここの上のこの方向を下のとそこの歯の揺らぎが関係あるというか、はい、では確実に調整します。ちょっと腰の下の方に関連していることを確認すると右第二中足骨を調整します。その結果今歯の最初に来た時の痛みはどうですか？なくなった。歯の痛みだと思っていたのが体のから来ているということは分かりませんでした。びっくりしました。その揺らぎを回復するために、シガと支持骨ですね、立位の支持骨が関連しているということで、その支持骨をある方、ある支持骨をある方向に押すことによって、その歯の揺らぎが回復して、揺らぎが回復すると痛みが消失するというのが、彼女の場合はもうそのまま現れたような感じですね。